ガッツポーズした気持ち。もう今完全にこう誘い球ですよね、ボール球で勝負させるというね、グリーンスタジアム神戸、ブルーウェーブとファイターズの20回戦ですが、ブルーウェーブが2点目を取っています。田口のタイムリーヒットです。先ほどからそのマシンガン打線という話が出ていますが、ご紹介したようにベスト10の中に5人、ベスト5の中に4人も入っているという、すごいですねこれは。しかしそうですね、本来ならば首位を走っててもおかしくはないわけですよ。 それにプラス、佐々木という投手がいるわけですから、でその辺の現状、力があるんだと、しかし何が足りないんだというところもね、これはもう選手チームも考えなければいけない。そして結論が出たならば、チーム内でおいこうするぞ、お前のあのプレーは何だというね、その褒め合うっていうのはすごくできるんですね、チームっていうのは。しかし欠点を指摘合えるチームっていうのは、これはすごいチームなんですよ。強いチームっていうのはやっぱりそういう、お前なんでああいうプレーをしたんだと、俺はこういうふうに考えてたんだと、まあ、褒め合うことっていうのはね、よく打ったおめでとう、これはね簡単なんです。やっぱりそういう風なチームにすることがね、僕は必要なんじゃないかなと。小林さん、ジャイアンツ時代どうでしたか？ありましたよ、お互い逆にこう喧嘩になるようなね、いやそれは違う、その言葉に対しては自分も譲れないというね、そういう風な会話、先輩後輩メンメンとした関係なく、まあ、先輩後輩の会話に対してはね、言葉遣いは確かにそうですけど、まあ、毅然とした部分はね、そういうチームに僕はなってほしいなと思うんですね。これだけキャラクター、これだけの選手がねいるというのはね、そんな試合るチームっていうんですか、褒め合うチームっていうのはこれ波のチームですからね、でしたと本人が言ってるんですよ。というのも自分のミスで得点取られましたよね。そうでしたね、まあ、インダーキットですということを強調してました。この気持ちの切り替えと、それから原さんが先ほどからお知らせになっているように、おっ切れるか、ね、その打ちたい時、打てる選手、打ちたい時に打てない選手、これでやっぱ選手の価値っていうのもまた変わってくるわけなんですよ。ですからもう先ほど言われた、本当に自分で打ちたいと、打たなきゃという場面で打てたというのがね、もう勝ちに行った時に勝てるチーム、これがやっぱり優勝戦線、優勝というものにつながってくるわけなんですね。佐々木を出すタイミングというのはどうですか？今まで最長で2イニング投げたケースもあるんですけれども、いやまだこのイニング点差では僕はないと思いますね、ですから、まあ、9回というのは頭の中に入れてるんじゃないかなと、まあ、チームのそれは流れによってね、変わってくるでしょうけれども、春3番の鈴木と打ち取ったバッターボックスには5番のローズ、ちょっと詰まってます。うわっ、現場にね、大谷さんがちょっと、面白いことをおっしゃってたんですが、打撃がいい、打撃がいいとうちは言われるけれども、自分としてはバッティングつまり打撃というのは全く別物だと考えてくださいって